どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、ダンジョンマスター2続きをプレイしていきたいと思います。でこの辺に物が溜まってきましたが、まあしょうがないでしょう。とりあえず、まあ墓場の奥のダンジョンへのショートカットが開いたのですが、あ、ちなみにあれですね、これ鍵でしたね。なんか忘れてました、これ取ったの。お金に見えてた。で、そうですね、あのピットのところですね、とりあえずの問題は、あそこの先に、二方向行くところがあったので、まあそっちに行くのでしょうけども、まあその手前のあれか、スケルトンが発生する地帯も危ないっちゃ危ないか。あそこは絶対通んなきゃですからね。ここか。あとあれか、このこれどうしようかなと。ボーパルブレード、戦士の技能じゃないんですよね。この人よく見ると顔があるわ。怖いな、顔が血吐いてるや。このあれかな、このお店の店主の趣味かな。とりあえずこれ買えるんですよね、確かここで。あ、売ってるよね。売っぱっちゃうかな。よく見るとこの人もね、魔術師っぽい格好してますね。売っぱらっちゃいました。一作目とかと同じだったら戦士技能のものではないと思うので、前衛が使っても効果を発揮できない。かといって後衛が使うんだったら後衛は呪文を唱えるわって話なんでね。で、まあ、買い戻せるからとりあえずいっか。これでお金が溜まってきてるんで、まあ、ここもそうですけど、どっか向こうの商店街でいろいろ揃えておくかな。でも何なのか分かんないんですよね、杖は特に。で、杖、うん、まあ、この辺のシールドとかかな、買うとしたら。なんか杖はね、マナが増えて自分で自分が使えてっていうのに使えるのはいいんですけど、この杖自体についてる呪文は強さが固定ですからね。ここですね。まあ、杖はおいおい見てみるとして、引いて、こいつだけかな、湧いたのは。ちなみにこのマチェットも大した値段にはならなかったですね。金塊1枚だけだった。湧きましたね。あー、逃げちゃうか。逃げられると困るなー。あー、まあ後ろ取られないから、逃げてんだったらあっち側にいる分にはね、いっか。とりあえず戻ってくる、いっか。とりあえずはそこに死体が増えまくるのも嫌だからな。で、そうですね、こっちと奥にあって、どっちの鍵なのか持って、ここじゃない、向こうか。うわ、ピット来ちゃった。復帰できるかな、すぐに。ああ、復帰はできた、復帰はできたけどって感じなの。怪我したよな。まあいっか、ダメージでも多少は成長してるはずだし。
ブロン。もうこのレベルのポーションも作れるようにはなってきましたね。で、寝ておいて、ってことは、なんかすげえ音してるな。お店側から見て、こっち側にお店があるんで、まあ、ちょっとは近づけるが確かに、こっちなら。で、ピットの罠ですからね、マジックボックス使ったって多分止まらないと思うんですよね。よし、止まった。早く早く早く。あ、危な。今そこにいたな、ピット。とりあえず奥には入れたぞ。何が出るんだろうな。これなんだ、棺かな。スイッチがあるんだよな、怖いな。え、うわ、なんだ、ミイラか、マミーか。デザインが変わったのか。あ、ここから出てきたんだ。ミイラ化して入れられてるってことは位の高い人かな。うわ、またあるよ。これさ、今度こっから出てくるんだろうと思って後ろ向きでここを踏んだら向こう側から出たりするかな。ありそうだな、やりそうだな。まあいいや。すごい声上げて死ぬようになりましたね。メタルスラッグのマミーもすごい声上げて死にましたけど、うわー、これ挟み撃ちにされるだろう多分。まあ、今のところファイアボール一発だから。あ、違った。あ、違うんだ。はあ、これはここか。そうか。まあこういう風になってるってことは何かあるだろ、この先何かありそうな扉あるし。まあこれかタペストリー。これいるのかな、一応持って帰るか。最初の絵もそうなんですけどね、いるのかなっていうのはでかいんですよね。コイン、フューリー、フューリー手に入ったよ。フューリー手に入ったよ。これは、マナは下がっちゃうか。マナは下がっちゃうけど、多分これ、あ、火ついてるし、うん、ファイアボールは使えますね。しかもこのレベルか。これは、いいな。マナ下がっちゃうんだよな。切れ味は、どんなもんかによるけど、あ、ちゃんと魔法を使える人が持つとこう火がつくのかな。あ、そ、あ、でも待てよ、 Z は使えるんだよね、魔法。あ、別にみんな持っても使えるか。人が持つと火つくようになったんですね。これはかっこいいですね。ガードミニオン、あー、ガードミニオン出すのか。使えますね。あ、鍵だ。あっち側の扉ですよね、これを守ってたのね。このレベルのファイアボールだったらしばらく使えますね。寝ておいて、で、そうですね、これ持って向こう側に行きゃいいんだよな。腹減ってきたな、さすがに。
ずっと食ってないですからね。一回このステーキも狩りに行くかな。で、帰り道は大丈夫かな。帰り道が大丈夫だったとしても、大丈夫そうだな。帰り道が大丈夫だったとしても広場に出たら大丈夫じゃないんだよな。あー、動いてるな。こうか。あー、来てるな。うわー、あー、まあ知らなかっただけいいかな。あれ、これスケルトン死んだのかな。なんか落ちてきたのかな、ここに。そうっぽいな。あ、やべ、うわー、せっかく落ちてなかったのにここで死んでしまった。そうか、しんどいっちしんどいですね。一回落ちるのは死なないんだった手なんですよね。近づけるから。今そこな、そこな、うわー、ここにあったか。さっき取り逃したスケルトンが落ちてきたのかな。まあここだったら寝て回復だけして、で向こうに近づくっていうのはできるか。本当にちょっとずつですね、これは。こっち側がやったら開くんだよな。でセーブ、鍵持って、よし、おし、お、テーブルだな。敵はいない、敵はいない。でかい部屋だな、これは。ん？なんかテーブルだけど丸い台の上に乗ってて、この色は多分スカルキープ城の鍵だと思うんだけど、あれ取れないって。動いてるな、これ。動いてますね。常に自分より遠くに行くようになってる。あ、別にこのテーブルも選択できないや。え、なんだろうこれ、パズルかな。スイッチとかある。周りに何かあるわけではなさそうだな。え、他に何かやんなきゃだった。クモの巣は関係ないよね。あん、他に何かやんなきゃだったかな。
多分これ速度は関係ないな、常に自分より遠くに行くようにできてるな。ちょっと今回はここで終わりにして、でここのまあパズルなのかなぞなぞなのかわからないですが、ここを解いたら、まあ、次回また、始めたいと思います。今回はここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。